カニシミズトリデアとカニシミズトリデアとは、天正十二年の小牧、長久手の戦いの折、家康方が築いたとされるトリデの跡。この地にはかつて、織田信長が、A66 年、庭長秀に、小牧山に築城を命じた際、長秀が建てたと言われている屋敷があった。その屋敷を修復し、トリデとした。トリデの大きさは、東西四十六軒、南北六十一軒あったとされている。 カニ清水の由来はこの地に清水があり、カニがいたからではないかと考えられている。江戸時代には、尾張徳川家の御殿の一部となり、昭和20年代までは、堀跡や土塁跡が残っていたが、現在同地には、住宅や道路が整備され、遺構や、名前の由来となったとされる清水も残っていない。しかし、安島村に、庭長秀卓跡が記録されているため、 上記の真意は不明。また、徳川軍の鳥では、北富山、南富山、田楽にあったと記されている。上記の蟹清水鳥では本当にあったかどうかは不明。愛知県小牧市小牧四丁目地内小牧山城、AB、尾張名所税付録編集権発行者、和歌山全座郎発行所名古屋温古会、出版所社年昭和5年から8年間。ありがとうございます。